はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は戦国無双真田丸続きをプレイしていきたいと思います。で、例によって戦国無双真田丸に関してはアクションパートは、まあ要所要所だけのプレイをですね、まあ、お届けするような形で、実際実況はですね、今お話している内容については別撮りにさせていただいています。で、今回もその景色にさせていただいているんですけども、この今見ていただいている第15章に関してはですね、実は長期合戦みたいなものは用意されていなくて、まあ、アクションパートもですね、まあ、ちょいっと、増兵たちを倒す程度のアクションしかありませんでしたので、今回アクションパート自体を、はしょらせていただいています。では早速シナリオの方を見ていただきたいと思います。ですよね。まずは情勢の把握とできる限りの軍備に努めるしかないだろう。みんなよろしく頼む。はい。やはり徳川がこのままで済ませるとは思えません。決戦は避けられないものでしょう。これは大阪夏の陣勃発を大阪城の状態は危ういですが、野戦にて。雪村、あなたには使者を命じます。は、使者でございますか。今日に徳川との仲立ちを務めてくれる者がいます。その者と打ち合い、良いように計らいなさい。お言葉ですが、これはシリーズだと、そのこれは主命です。いいですね。浅井三姉妹の立ちなさい、一番下の子になるのかな。京国家に嫁いだ、ちょっと名前どう忘れちゃった、なんだっけな、とにかくその浅井三姉妹の、一人が仲立ちをね、買って出たと言われていますけども、ちょっとごめんなさい、名前がすぐ出てこなかったです。徳川との交渉って今更何の話だよ。降伏するとかじゃないよね。サスケもだいぶ熱い人間になってきましたね。行ってまいる。はい、早速準備を。いや、こたびは私一人で行こう。え、危ないですよ。雪村様に万一のことがあったら。なるべく人目につかぬのが良いと思う。それより大阪を手薄にすることの方が気がかりだ。留守を頼む。この雪村、そう言われちゃったらしょうがないけど、その中での雪村って身長どんくらいなんだろうな。結構大きいですよね。承知している。では、まあ、サスケとくのいちが小さいだけっていう可能性もありますけど、どうかお気をつけて。公式なプロフィールとか出てんのかな。死者の方がこちらでお待ちだと聞いていたが。久しぶり。信行がやってくるっていうことなんですね。兄上、ご無沙汰しております。こうしてもう一度兄上にお会いできるとは思いませんでした。ああ、覚悟は変わらぬようだな。この時実際にはこの信行は、ならば出陣はしていなかったこれをと言われていますよね。あの昨年放送された大河ドラマの中では、その大泉洋演じる信行は、まあ、出陣こそしないものの大阪の方までやってきてっていうようなくだりはありましたけど、実際にはそういったことはもちろんなく、その信行の息子たちが真田家として大阪の陣には参陣したというところなので、まあ、この辺りもね、当然ゲームなので創作の部分になっているのかなと思います。これにあり。はい。息災でな。兄上も。でその大阪の陣に出陣できなかった理由っていうのが、まあちょっと病気だったというふうに言われてるらしいんですが、その後ですね、実は信行はかなり長生きをしたらしいです、ね、
90歳とかそれくらいまで生きたと言われてます。兄との対面の場をご用意いただきありがとうございます。妨害の喜びでございました。これで心置きなく戦える、そう言いたいのですか、チャチャ様。私はそんなことのためにあなたを行かせたのではありません。承知しております。チャチャ様はそのまま私に兄を頼って落ち延びさせようとお考えだった。分かっていてなぜ戻ってくるのです。私は無論チャチャ様をお守りし戦うためです。バカなこと、うつけですかあなたは。はい、面目ありません。されどチャチャ様が諦めておられないように、私もまた勝利を求めて戦い続けるのみです。諦めていない、私が。はい、チャチャ様が本当に諦めておられたら城を捨てて逃げるなり家康殿に降伏するなりできたはずです。しかしあなたはそうはなさらなかった。最後まで諦めず戦い続ける覚悟が終わりだからです。長政殿やお市殿がそうなさったように、あなたは生きることを諦めない、そうした強さを求めておられたはずです。そうでしょう、ジャジャ様。無論です。家康殿がいかに大義を掲げようと、私は私の大切なものを守るために抗います。はい、そのために力を貸してください、雪村。はい、必ず。ありがとう雪村。この大阪の陣の時のチャチャ様、まあ淀殿はもう多分50近いというか、まあ40は確実にオーバーしてたんじゃないかな。まあ、ここではかなりね若々しい、一見して少女とも見えるような容姿ですけどね。雪村は死に場所を求めておるのか。いいえ、そうではありません。弟にはただ譲れぬものがあるだけです。家康様の大義も太平への思いも全て理解してなお捨てぬもののため、雪村は戦うでしょう。そうか、ならばそれを踏みしだく痛みも私が負わねばなりませんが、秀忠。はい、というところで、第15章に関してはちょっとアクションパートはなしでお届けさせていただきました。次回真田丸戦国無双は最終回になります。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。